松田学です、総選挙もですね、まあ、そのうち、今年の秋にはあるわけですが、遅くともですね、あの先日というか、たまたま昨日なんですが、党首討論ですね、国会で行われて、玉木雄一郎国民民主党代表、いろいろやり取りしてましたけれども、まあ、それも含めてですね、これから国民民主党はあの総選挙に向けてどういう政策を掲げていくのかという点を中心にですね、いろんな話をお聞きしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まず昨日党首討論、はい、どんな感じでしたですか。まあね、私5分だったんで短かったんですけど、でも言いたいことはね言えたんですけど、2つ大きく言いたかったのはですね、やっぱり経済とその経済社会を回すことと感染拡大防止をどうやって両立させるかということに知恵を絞らないと、とにかくもう抑えつけるだけじゃもう非現実的だし、一方でまああのかつて失敗したようにちょっとあの収まる前にやっぱりもう早くちょっと早めにこうね、はい、GoTo キャンペーンとかって行き過ぎて、まだまあリバウンドしちゃったってのがあるので、これどう両立させるかということで、私はね、一つまあいろんな議論はあるんだけれども、ワクチンパスポートとか、あと検査の陰性証明とかね、少なくとも国際的な動きの中には、これ早く入れていかないと、もう EU とか始めてるので、単に日本が取り残されるからね。で、最大の国際的なイベントであるオリンピックをもしやるんであれば、あのもう申し訳ないけど、日本に来る人は全員ワクチン受けてくれと、でワクチン証明書持って入ってくれと、これぐらい、ね、求めて、ね、やったらどうですかと、でなんか新しい追加のなんか対策もないのに、安全安全安全と言いながらです、ね、やってることは一般の入国者よりも緩和するような措置ばっかりやってね、それで安心ですよ。だから14日間待機なくすわけでしょ、だって、はい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 、オリンピック関係者は。だからそのなんか緩和畑して大丈夫大丈夫って、大丈夫なわけねえじゃんってみんな思ってるわけですよ。だから少なくともね、ワクチンをそのオリンピック関係者が全員受けてくれば、その大会関係者とか選手同士接触もあると思いますけど、ここでの感染の確率はぐっと下がるわけじゃないですか。そうすると管理がシンプルになるんですよ。あ、そうですね。で、あとはまあその国内どうするかですけど、まあ例えばもう無観客でやると決めてね、それでやって、で仮にもう本当にすごく下がってきたら、その無観客にしといた上で少し増やすことを考えたらいいので、なんか今どうするか分からない、どっちつかずでとにかく突っ込んでいけみたいになってるんで、ここはちゃんとやったらどうですかっていう話でね、まあ、ワクチンパスポートのようなことを少し提案させていただいて、はいはい、でこれ実は先週ですね、あんまり日本でも報道されてないんですけど、 G7 の保健大臣会合があったんですよ。 ありましたね、はい、でこの中で、まあ、日本は多分山本副大臣が参加してるんですけど、はいですねはい、このワクチンパスポートとか検査証明パスポートなんか の、 この相互認証の仕組みね、はい、基準をどうしようとか、はいはい、どの検査を受けたらこれお互いに国を越えて承認できるんだとか、そういうことについての、まあ、基準を決めましょうみたいな合意ができたんですよ、はいはいはい、で G7 で合意したんだったら、もう日本がむしろねオリンピックを生かして先導して基準作りにね、入っていって先行してやれと、なるほど、いうことを言ったのが一つですね、はいはいはい、で二つ目はですね、これはまあ今日もねぜひ強く言いたいのはね、もうとにかく日本の経済政策を積極財政に大転換しろと、なるほど、いうことでね、はい、もう私もまあどちらかというと昔はね、それは松田さんもそうだと思いますけど、まあ財務省にいた人間、大蔵省にいた人間はそうなりがちなんだけど、やっぱりこう財政均衡主義とか、緊縮財政、小さな政府って、はい、まあ、なりがちなんだけど、はい、確かに、ね、80年代以降、そういう時代がまあ20年いくら続いたんだけど、どうも経済は成長しない、そして世界的に国内でも格差が広がる、この社会問題はもう共通化してきたわけで、はい、いわゆるワシントンコンセンサスと言われるね、世銀とか IMF がやってきた従来型の構造改革路線っていうのがちょっと限界に来てると、いやもう行き詰まりましたよね、あれは、でも、これ我々も反省も込めて、それはやっぱり変えるべきだなと、はい、で現に実はもう世界の経済学とかその経済政策の潮流はもう明らかに変わってきていて、日本以外はね、はい、典型がやっぱりバイデン政権になって、やっぱイエレン FRB 議長が今度は財務長官になって、そうですね、はい、まず 1.9 兆ドル約200兆円のアメリカレスキュープランを出して、でこれで終わるかと思ったらさらにプラス200兆円でこのジョブプランといって公共投資を増やす、はい、そしてファミリープランでこの人づくりと、そうですね、ね、はい、これを10年ぐらいコミットしてやるという、6兆ドルですかね、6兆ドルですから、まあ
アメリカは20兆ドルぐらいの GDP だから、30% ぐらいか、うん、ね、そうですね、だから結構、結構なね、額の、その公共投資、公共支出をすると。これはすごい計画ですよね。うん、で、私はね、この、まあ、いわゆる彼女が2016年の論文で言っている、うん、いわゆる高圧経済、ハイプレッシャーエコノミー、はい、こうか少しね、うん、インフレになっても過熱させるぐらいの需要を作り出して、してもいいと、はい、それで労働市場をタイトにして賃金を上げて、うん、少しのこうマイルドなインフレを許容してね、それでやっていくんだと。でこれまさにね、日本でやったらいいんですよ、うん、でアメリカは確かにすごいなと思うのは、やっぱりちょっと過熱気味になってでしょ。でそうですね、ちょっとあの物価も上がってきたし、なんか物価と金利の上昇の懸念もイエレンも言及してましたからね。そう、で、この副作用が最も少なくてできるのは今の日本だと思うんですよ。日本はできますよね。もう日本はもう低温経済だからまたデフレ戻っちゃいましたからね。戻った、もう綺麗に戻って、でそれでね、私は昨日申し上げたのは、今の日本の状況って3ヶ月前のアメリカに似てるんだっていうことを総理に言ったんですよ、はいはい、昨日ね、あの菅総理は、いや、ワクチン接種が進んできてね、もうあの2000万人ぐらいになりましたと。で今月より4000万人って、そうなると、まあ、人口のですね、まあ、その2割から3割ぐらいはですね、打つようになるわけですよね、はい、でこれアメリカの3ヶ月前なんですよ。でアメリカではその時に財政政策を緩めたかというと、そのタイミングで あのレスキュープランが通ってるんです。確かにその通りですね。でしょ、であの1400ドルのね、個人への、まあ、日本で15万円ぐらいを個人に配ると、現金給付なんかをやってて、その私が言ったのはね、このやっぱりワクチン接種が進んできて初めて経済を再開でリオープンできると、うんうん、でその時にこそ押してあげるんですよ。うん、なるほど。で、うん、今までは家にいなさい、店は開くな、うん、じっとしてる時にいくら現金配っても使い道がないんだけど、うん、ね、これからね、このリベンジ消費が出てくる。そうです、ね、ここで押すんですよ、はいはいはい、で物価の上昇も全部変化率だから、うん、一旦へこんで、この次のね、うん、はいはいはい、あのカーブをいかにスティープにするか、うんうん、あの鋭くするかってことが、そこは変化率だから、うん、でここからの、ね、財政政策がめちゃくちゃ大事なんで、うん、惜しみなく補正組んでね、なるほど、大規模財政政策をやれと言ったんですけど、全く答えがなくて、驚いたのは、はいはい、いや、あの令和2年度のね、昨年度の執行残というか、繰り越しも含めてね、30兆円ぐらいあるんで、いいんですって言うんだけど、ちょっと待ってくれと、それそもそもね、令和2年度第3次補正予算だから、もう使ってなきゃダメじゃないかと、ね、執行してないことを胸張ってね、いや、こんな執行できてないお金がまあいっぱいありそうだから、次の補正組まないとかね、言ったんですよ。あのもうやっとかなきゃいけない宿題がまだ山積みなんでね、あの新しい宿題しませんって言ってると思うんでね両方やんなさいよっていう、ね、まあ本当はそうなんですよね。あの15ヶ月予算、ね、そう、その発想でやってますからね、彼は。そうでね、15ヶ月予算っていうのは、もちろんよく分かるように4月から12ヶ月なんだけど、前の、まあ、3月2月1月っていうのは切れるんだけど、そこで執行せずにそのまま翌年度に持ち越すんだったら、うん、当初予算増やせよって話だから15ヶ月になってないんですよ、うんうんうん、そうおっしゃる通り。だって15ヶ月予算って口で言うけど、その3ヶ月分執行せずに次の年度に持っていってるんだって、12ヶ月予算だよそれ。だから執行サボってるから、あのそれはこっちに押し出されるだけのことですから。そうそう、だから第一次二次があって、そう、あの繰り越しとか執行算をね胸張って自慢してるの初めて聞きましたよ私。うん、まあそれそうですね、うん、なるほど。でまあ菅総理は相変わらず、あのあれですか、あのそのオリンピックのことについても、財政についても不明確なことしかおっしゃらなくてでしたね。もうちょっと、いやもうこれやるからね、とにかくやらせてくれとか、これやるからもうね、例えばもう国内無観客で海外から来る人にはもう全員ね、ワクチン接種を義務付けると、だから安全性が格段に上がるからもうやりますととかね、そういうこと言うんだったらいいんだけど、まあ既存 いつもの変わらないっていうか、はい、むしろ今までやってきたことよりも緩めることばっかりしといて、やらせてくれっていうから、なかなか納得が得られないということになってるんじゃないですかね。でそして東京オリンピックですけどね、まあ、あのいろいろ問題点が、あの多分あの玉木代表もいろいろ指摘されたと思うんですが、この指摘をする結論として、まあ、今国民の間でも中止っていう、はいはい、出てきますが、どうしたらいいっていうふうに、はい、私はね、まあ、まずは安全安心にできるのか、もともとはね、私もアスリートなので、国立競技場も走ったんで、あ、そうですか、はい、あのやりたいし見たいんですね、だから本当は
ね、観客をちゃんと入れた完全な形でやるのが、それは国民にとっても選手にとってもベストだと思うんですよ。だからできればあの完璧な形でやりたい、うんうんうん、であればもう1年延期して、うん、かつアメリカの都合で暑い暑い夏になってるんじゃなくて、やっぱり日本でスポーツで言えば10月10日ですよ。そうですね、ね、体育の日夏じゃないですよね、うん、来年の秋にやりゃいいんじゃないかっていうのが私の一番の思いなんだけど、ただなかなかねいろいろ決めたことがある。であれば、うん、どうやったら安心安全にできるかの検証をまずやって、うん、でその中で対策が講じられるんだったら、まあ、それをしっかり講じた上でやる。でもし講じられないんだったらもうね、うん、あの IOC に言って、うん、やっぱり来年秋以降にもう一回延期だと、うん、せっかくね得た権利はね手放すのは私はもったいないと思うので、うんうん、中止にする必要もないのかなというのが考えなんですけど、うんうんうん、ただまあどうしてもやるっていうことでね言うんであれば、安全性確保のためにはさっき言った2つ、うん、やっぱりもう入国する人にはもう申し訳ないけど、うん、全員ワクチン打ってくれ、はい、で、はい、いろんな事情で打てなかったらちょっとそれは来ないでくれと、うんうんうん、ね、それもメディアも含めて打ってくれと、うん、でどうしても国の事情で打てない、宗教の事情で打てないところがあれば、うん、ちょっと申し訳ないけどそれはもう入国するのやめてくれと、うん、管理できないからと、うん、であと国内は申し訳ない無観客パブリックビューイングもやらないと、うん、家で見てくれと。なるほど、なるほど。それでまあ延期した場合ってどんな問題点が考えられるんですかね。あ、よくね、違約金が発生するっていうふうなことが、言われるんですけども、ただ私はね、延期したら結局放送権、放映権さえちゃんと確保しとけば、放映権ですね、放映権です、うん、だからまあ NBC と話してですね、うんうん、あのなんとかなればそこは私は賠償取られないし、うん、できると思う。あとは、まあ、アスリートがね、うん、やっぱ1年遅らしてここにもう一回ピーク合わせてきてるのをもう1年遅れることによって、うん、まあ、選手のねいろんな人生に影響を与えると、うん、ただ中止よりはマシだなと思うんですよ。それはそうですよね、中止する必要ないですよね、うん。まあ、菅総理もなんかちらっと見たら昨日ですね、自分 の, あの子供の時代の思い出の話してましたけど ね、それ以上に私は平和の祭典って意味があるんじゃないかという気はしますけどね、うん、だから、だから平和に安心安全できる時にしたことが意味があるので、だからこうなんか意味だからね、昨日も質問ありましたけど答えてませんでしたが、この感染が拡大しているパンデミックの時にそのやることの意義っていうのはね、ある種負荷かけてやるわけでしょ、はいはいはい、だからそこは単に平和の祭典では説明できなくて、例えばこのコロナでね、人とかがどうしても分断されがちな時に人の心と実際集まるということを唯一成し遂げられる稀有なあれなので、まあ再度人間がねこうディバイドじゃなくてユナイトするその象徴として何としても成功させたいとか、まあ、嘘でもそういうこと言ってほしいなと。いや、そこ私もそれぐらい言ってほしかったですよ、ね、あのこの一つのルールのもとにフェアプレーをやるかと、今ルールを破ってる国がアンフィアなので ね派遣拡大してますからね、うん、それぐらいの理念を言ってほしかったなと。だからちょっとなんか残念ですね。そうですね。でこの、菅政権誕生して昨年秋ですね、ずっと国会でいろいろやられてきたと思いますが、おしなべてどんな印象をお持ちなんですか。あのね、官僚の答弁読みすぎ。あで唯一良かったのは蓮舫さんから突っ込まれた時に、自分の言葉で反論して、あそこから菅さん少しね、私は良くなったと思ってるんで、まあ、もちろん慎重な方だと思うし、うん、あの堅実に着実にやるっていうことが、うん、あのモットーにされてるんだけど、うん、まあこうなんていうかな、やっぱ政治家の言葉が欲しい時ってあるんですよね、うんうんうん、で党首討論なんかはまさにそうだったと思うんだけど、はいはいはい、まあ、平信君の話とかしたのも、まあ、あるんだけど、まあ、ああいうこうゆるゆるっとしたんじゃなくて、ここだという時にね、うん、官僚の答弁を捨てて自分の言葉で何かをね語ってくれたらもっと伝わるのかなっていう気がしますね。うーん、あとは経済学についてとか経済についてのいいブレインがいないのかなと、あのアトキンソンさんみたいな人がいや、それはやめた方が私はいいと思って、まだ高橋陽一さん、さざ波、まあ、どんだけ話を聞いたかよく分からんけれども、まあ、あのさざ波発言でちょっとね、あの官邸を去ってしまわれましたけど、まあ、あの少なくとも私は、まあ、あの世界の潮流も大きく今経済政策の流れ変わっていく中で、それをあの的確に総理の頭に入れる人が今誰がいるのかなと、まあ、経産省が多少言い始めてるからちょっと変わるのかなという気がするけど、まあ、財務省のね結構あの秘書官とかで
周辺を固め始めてるから、うん、なかなかはじかれてるのかなっていう気がしますけど総理の耳に届くまでにね。なるほどね。経済のブレンですね、やっぱりですね。経済についての、まあ、安倍さんは周りなりのアベノミクスという理念があったんですが、菅のミクスっていうのはなんか基本ないんですよ。ないんですよね。ない、いやだからアメリカの例で言っても黒田さんが、財務大臣するしかないんじゃないかと冗談で言ったんだけど、うん、いやいや、そういうことですよね。それでこれから、まあ、秋に向けて総選挙、国民民主党は どういうこの有権者に訴えかけていくかっていうのも、まあ、そろそろ出していく頃かと思うんですけれども、まずは玉木代表どんなことを考えているかではお話を伺ってもいいですか。まずね、まあ、さっき言いましたけど、まあ、我が党としてはね、はい、やっぱり経済政策の大きな転換をテーマにしたいなと、で、まあ、幸か不幸か、政府はまた2025年プライマリーバランス黒字を堅持って骨太にどうも書くようですからね、まあ、なんか見直し条項みたいに入れるけど、基本的には2025年のプライマリーバランス堅持ですから、そうするとかなりね、歳出を抑えていくか増税するしかないんで、そういう政策なのかね、やっぱり今傷ついた国民経済を救い、そしてやっぱり次の成長の次の我が国の新しい競争力の芽を植えれる政策にするかどうかかかってると思います。で、まあ、私ちょっとここにね、まあ、まだは玉木思案なんですけど、はいはい、とにかく積極財政でこう加熱経済をね、まあ、イエレンさんの言う高圧経済ですけど、ちょっとね加熱させてね、インフレとか賃金がもう上がってもいいと、それぐらいタイトな経済にしてやるためには150兆円ぐらいですね、もう国が金出せと。150兆円、なるほど。アメリカの規模に GDP 比では匹敵するぐらいになりますね。そうしますと、まあ、日本でまあ500兆ちょっととするとね、30% で150兆でしょ、だ大体、いや、まず分かると思いますけど、やっぱり日米の経済とかあるいは世界経済つながってますから、その、ある国がある財政政策を取ったらね、その同じぐらいになると、金利とか為替で差が出てくるので、やっぱりある程度同じ方向に、そうですよね、特に日米は向いておく必要がある、まあ、マンデル・フレーミングモデルを言うまでもなくですね、やっぱりその、開放系の経済の中では、やっぱ資本移動は自由なので、あんまり違った経済政策が取れないので、はいはい、私アメリカが踏み込んだ以上はもう日本は選択肢は積極経済しかないと思いますよ。そうですね。で、特に日本の場合はインフレとか、金利の上昇が起きにくい状況がよりアメリカよりもありますから、でしかも蓄積した資本が非常に対外純資産も多いし、多いですからね、ここでね、新しい特に次の競争力を作るね、例えば EV とか蓄電池とか送電網とか半導体とか、はい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 、こういうところはもう徹底的にね、長期にわたってコミットしてお金を出したらいい。なるほど。金融政策でよくフォワードガイダンスって、はい、将来この辺の見通しでこういう政策をするっていう、はい、ある種の長期見通しをこう金融界に与えるんですけど、そうですね、私は財政政策こそね、フォワードガイダンスが必要で、なるほど、今後10年間にわたって国はこの分野にはこれぐらいを長期的にきちんと出し続けます、あるいはその分野のお客さんになり続けますと、要は買ってあげますよということを長期にコミットするっていうことはね、すごく大事だなと。でもこれはもう2人ともよく分かっておりますが、財務省が一番嫌がるのが長期にわたって財政支出をコミットするそれに対して一番抵抗するです絶対ダメですけどね、毎年の予算編成の我々の裁量権はだけを守りたいっていう、そうここですよね、やっぱり。で最大のその長期コミットをやるべきは教育と人づくりなんですよ、でやっぱり人づくりって例えば子供が生まれてから大きくなるまでその実定の一定の時間かかりますよね、だからこそ例えば子供手当とか、なんとか高校とか大学の支援しますと言っても、政権が変わったりなんかしたらそれに1年2年で辞めたら子供をそれもらえると思って、あるいは大学まで無償だと思って子供産んだらいきなり優勝になってたらダメじゃないですか。で、その意味でもね、私はフォワードガイダンスが必要で、これから10年20年はね、この教育の無償化とかなんとかはもう変わりません、変えませんというコミットをするっていうことがね、大事だと思いません？全くその通りで、だからみんななんでお金使わないのかというと、将来に向けて見えないからですよ、見えないんですよ、道筋が見えてれば、ああ、これぐらい使っていいやってなるわけですからね、今ですね、だからね、財政政策のフォワードガイダンス、なるほど、これをね、作れっていうのがね、私の実は大きな政策の柱で、かつ、
もう惜しむなと、うんうんうん、財政出動ね、やっぱりこの危機の時に人の命や未来や尊厳ある生活を救えない財政に、私は財政の意味がないと思うんですよ、うんうんうん、財政はね均衡させるために存在してるんじゃなくて、やっぱり税金をいただいたりね、それを再分配していく機能を国家は与えられている以上ね、ここで助けなくて、ここで未来に投資しなくて、一体財政は何のために存在するんだと。よくですね、財政健全化の派の方々は未来の世代に負担を残してはいけない、付けを残してはいけない、未来のことを考えろって言いますけど、でも未来のために投資するのと比較考慮したら、投資しないと未来がないわけですからね。ないですとか、その未来を担うである人そのものが生まれなくなってきてると、そうですよね。このコロナでやっぱり日本はね、80万人を1年間の出生数がもう割り込むと言われてまして、少子化はまあいわゆる低水系に近づいてる、つまり今のベースからすると約10年から12年少子化が早まったわけですよね。で、高齢者はむしろ亡くなる方が減ってきていて、少子高齢化がぐっと進んだのがこの日本のコロナなんですよ。だからもう当然年金財政とか、はい、医療とかいろんなところにも負荷がかかってくるの で、今ねやっぱりここでこそ未来の投資、特に人への投資っていうことを惜しんではいかんですね。なるほど。で、人づくりプランっていうのがあると、未来づくりプランと経済、はい、そうですね、まずはね、はい、これも言い方、まず今を救うためにね、はい、まあ、最低50兆ぐらい出したらいいと、はい、であとはやっぱり将来のこの競争力と、雇用を作るための新しい分野の投資をね、はい、まあ、あとは大事なのはやっぱり老朽化したもう日本って1960年代、70年代に作ったインフラが今大体更新需要を迎えているの で、ね、ここやらないともう田舎の道路とか橋とかボロボロになっちゃうん で、アメリカも同じこと起きてますよね。だからここはちゃんとやりましょうと、あとはまあ人づくりですね、はい、ここはもう新しい時代の公教育のあり方とか、もうやっぱりね、教育無償化すると、はい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 、完全無償化するぐらい踏み込んだらいいし、あとは科学技術の予算ですよね。これやっぱりワクチンのね、国産ワクチンができなかったことを見ても、やっぱりその短期的に儲からなくても、基礎研究とか、そういったところには、これも長期にわたってコミットして出し続けないと、やっぱり研究しないですよね。基礎研究なんか特にそうですよね。基礎研究はね、だってもう成果出せって言われて基礎研究ができないじゃないですか。でも今なんかね、競争的な資金とか ね競争、もうみんな短期の成果出すことばっかりしちゃってますからね。そう、あとは、運営費交付金をちょっとね、大学に対するものは削りすぎたと思いますよ。削りましたね。で、自分で大学で稼げとかって言うんだけど、なかなか難しいですよ、難しいですよね、それはね。やっぱベースのところのランニングコストをある程度見てあげないと、やっぱり日本のね、地の拠点がどんどん弱っていってる気がしますね。そうなりますと、財政運営のやり方自体もこう改革しなきゃいけませんね。そうです。ある意味で、国債も今まで赤字国債、もう例えば教育に対して国債発行してもやれって言ったら、それは赤字国債いけませんとなっていましたけど、そういうのはどんどん国債発行してもやりましょうとかですね。私はね、やっぱりぶっちゃけ将来の税収増とか、将来の納税者が増えることにつながる分野は、もう投資だとみなして、投資的経費だということで、私はずっと子ども国債とかね、はいはいはい、教育国債の発行言ってるのも、昔建設国債、今は人づくり国債ですよ。なるほど。だってその富を生み出す、付加価値を生み出す源泉がもう、人に変わってきてるから。なるほど、なるほど。だからそこは変えたらいいし、あと私言ってるのは金融政策もね、ちょっとだけ変えたらいいと思うのは、基本的に私は緩和政策をやるべきだと思ってるんですけど、はい、その金融緩和の質を変えたらいいと、どういうことかというと、民間だと今 ESG 投資ってやってるじゃないですか、環境ボンドを引き受けたりね、そういう分野に使うために発行された社債を引き受けようとか、そういう機関投資家増えてきてますよね。はい、で、日銀を大きな機関投資家として捉えればですね、国債いっぱい買ってますよね、はいはいはい、買う国債をね、日銀は選ぶってメッセージを出したらいいんですよ。つまり環境国債とか教育国債とかね、デジタル国債とか、はい、その分野に応じて国債発行してですよ、で、その分野において発行された国債を引き受ける、でも社会保障のね、年金医療からその社会保障 の穴埋めに使われたような国債は日銀は引き受けないと。そうなるとね、金融緩和の質をデジタル化、グリーン化、人づくり化していけるんですよ。確かに今中央銀行の SDGs 化って各国でやってますよね、はい、検討ですね、やってますよね。なるほど、それは確かに。だからね、緩和の量も大事なんだけど、緩和の質を転換していくというね、
こういう、だから私っていうのは財政のフォワードガイダンスを作れってことと、うん、金融緩和も緩和でいいんだけど、うん、緩和の質を変えろと、うん、なるほど、そこにお金の流れをですねコントロールできる一つのメッセージを出せる、うん、なるほど、まあ、いわゆる、まあ、国はこう資源配分を、こういう分野にとができますけど、民間のお金って金融緩和だけだったらどこ行くか分からなくて、そうなんです、場合によっては資産価格上昇させてバブルになっていると、うん、はい、でもやっぱり有効なところに民間のお金を向かわせる、そういう役割も日銀にやらせるっていう、そういう考え方ですね。そういうことも、ね、出てきたら私はいいと思う、うん、例えば、うん、今あの ETF 買ってますよね、ETF 買ってるけどこれから多分いろんな ETF が組成されてきて、はい、その環境分野にのみその、うん、投資している企業で組成された ETF、うん、それを日銀は積極的にね、うんうん、同じ ETF でも優先して買うとか、そうなるとある種のこう資金配分のメッセージを中央銀行としても出せるし、うんうんうん、それはその政府にというか、うん、財政当局に対しても出せるので、なるほどなるほど、あの大きくね日本の社会をこう転換していくことになる、なるほど、で今まではその安倍政権のアベノミクスは3本の矢といっても1本目の矢だけだったと、そうですね、いうことですよね、で私は、まあ、アベノミクスを完全否定してるわけじゃなくて不十分だったという認識なんですね、うんうん、であれだけ金融緩和で資産価値、うん、特に株価を上昇させたことはまあ評価をしますけど、うん、ただやっぱりね2本目3本目が、ね、弱かったというかなかったんですよ、うんうん、だって増税してるわけでしょ、機動的な財政運営って別に積極財政じゃないんですね、そうそう機動的になんか伸びたり縮んだりしてるんで、でなんかだって、まあまあ、ポリシーミックスからするとね、うん、そのこう IS 曲線が右に行って、はい、こうつまり財政政策を本当は右にやりながら、うん、その LM 曲線もこう、右に右にっていうことが普通のポリシーミックスなんだけど、なんか金融緩和は緩和なんだけど財政が引き締めて、そうですね、だからでしかも LM 曲線横に寝てますからね寝てるからね、だからそういうことになるので、ちょっとねあのポリシーミックスしては間違ったなと、うん、だから私はポストアベノミクスはやっぱり金融緩和は今のようにね緩和し、うん、ただ質は変えていったらいいと思うけども、うん、やっぱり財政政策なんですよ、なるほど、で財政政策をやっぱり大胆にやることによって、うん、やっぱり日本はですね新しいこのもうまさに染みついたこのデフレというか、まあイエレンの言葉で言うと負の履歴効果ですね、はいはいはい、これからですね抜けていけるかどうか、うん、もうねこういうことだったら履歴最大の利益効果は何かというと、子供を産むのを諦めるってことですよ、うんうん、で労働市場に入るってことを諦めるっていうのが一番よく言われる利益効果ですけど、うんうんうん、もう労働市場に入るのやめよう、設備投資するのやめよう、うん、研究開発に投資するのやめよう、うん、一番の私はこの染みついたデフレの履歴効果はもう子供産むのやめよう、うん、産むけど2人未婚やめよう、うんね、うん、この諦めの連鎖と積み重ねが日本の最大のそのマイナスであって、これがまあイエレンさんの言うね、うん、負の履歴効果の私は日本版だと思って、なるほど、負の履歴効果っていうのは日本の全体にも当てはまるんですね、当てはまるんですこれは、だからね、私はもうここはね、ガラッと流れを変えるためにはね、うん、まさにマインドを変える。マインドですよね。うん、本当の意味で期待を変えるといった、あの、うん、私は、あの、方向性間違ってね、期待やっぱり変えなきゃいけない。はいはいはい、で、その染みついた、その負の履歴効果はね、財政政策で変えるしかないんです。なるほど。で、長期コミット。なるほど。そしてあれですね、あの、もう民間の、この設備投資に、長期でも持ってくれと言っても彼らから見たらもう需要は縮小していくだろうと、そういう状況では設備投資だってしたくないと、でそこを変えられるのは今財政しかないかもしれないですね、財政しかないんですよ、まあ、松田さん分かるように、うん、経済セクターって3つの部分しかできてなくて、うん、まあ、いわゆるその公的なセクターね、うんうん、それと企業セクターと家計セクターなんですよ、うん、でそのやっぱりそのこう民間セクターつまり企業セクターや家計セクターが弱った時には、うん、このパブリックセクターが頑張るしかないんですよ、そうですよね、うん、まあ、基本に立ち返って、ね、そう今まであの多くの人があのアベノミクスに第二の矢があると思っていて、財政出動してるんだと思っていたんですが、実際見てみたらあの国債発行額を増やしてるわけでもないですしですね、実際発動してないんですよで例えばねこのコロナ禍でね、すごいいろんな支援が必要なんだけど、この令和3年度の予算って5兆円の予備費を除けばですね、もう去年の予算と全く同じですよ、同じですね、もう 0.1% その 1% もどころかもう全く同じですから、同じなんです、そうなんです、だからその実はまだ第二の矢発動されてなかったと、そういうことは皆さん認識した方がいいですよね、だからあの、少しだけ光明が見えてきたのは、
この前6月1日だったかな、経済産業省の、はいはい、参考審、はい、あ4日か6月4日の産業構造審議会で、もう初めてですけど、そこで私が言ってるようなね、この利益効果とか、高圧経済とかって言葉が出てきて、出てきました。で財政出動はね、今まではもう短期の効果しかないとか言われてたのが、大規模長期計画的っていうのが入ったんですよ。大規模長期計画的、なるほど。でしょ、いいでしょ、これ。いいですね、これは。で、これを財務省がどんな邪魔するかっていう、これから多分、霞が関内の勝負なんだと思いますけど、そうですね。でももうね、ここはね、柔軟に考えてね、やった方がいいと思いますよ。本来の、霞が関の仕事って、長期の計画を立てるっていうことがあったと思うんですけどね。昔ありました、景気庁があってね、その窓口で官庁、官房調査企画がやったりしてたんだけど、なんかもう全然ダメですね。いや、本当にそれはなくなっちゃいましたね。うん、そういったもう基本的なものを取り戻して、これ、経済学の教科書通りだと思うんですね、流動性の罠の時に、どれだけ金融を、お金を増やそうとしても限界があると。うんうん、マネーを増やす 2% 目標ある、マネーを増やす余地があるんだったら、そこはやっぱり財政が出ないとダメだと。そうです、これはもう経済学の基本的なことですから。イールド曲線寝てますからね、そういうことですね、うん、だからまあその意味ではね、私は次の衆議院選挙はこの積極財政でね、でただ、まあ、変なところにいらしたら私やっぱりいかんと思うから、はい、そのであれば短期で需要も作るけども、それが長期の供給力の向上にもつながる分野をやっぱきちんと選んで、そうですね、そこに大体に長期にね計画的に投資していくと。自民党も半導体であるとか、うん、ブロックチェーン議員もこの間、はい、木原誠二さんが作ったり、はい、ああいう動きは、まあ、賛成ですよ、私も。そうですね、うん、それは国民民主党も推進していくと、はい、そういうことですね。まずそういう日本の技術の見極めをちゃんとして、そこにお金を投じていくと、はい、それが生産性を上げていく一番のあれですよね。はい、わかりました。大変希望の持てる話を聞かせていただきましたけど、はい、それが実現するようにですね、はい、頑張っていただければと思います、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。